日本人の中でも特に女性に多いと言われる変形性股関節症。その治療で金沢医科大学病院整形外科では体に負担の少ない手術に取り組み、今全国から注目を集めています。まず変形性股関節症について教えてください。変形性股関節症とはですね、足の付け根にある股関節のところが変形していくという病気なんですが、はい、赤ちゃんの頃からこの股関節のボールの部分を覆うですね、屋根にあたる寛骨という、寛骨臼というのが作りが浅い、はい、悪い方が多くて、でこれが少しずつ進行していくと変形性の股関節症になるということです。日本人の場合は実は女性が9割なんです。で女性の方に非常に多い疾患になります。生まれつきその屋根の部分が小さいってことは、じゃあ若い頃からも痛みがある方はいらっしゃるってことですか？そうですね。このままですね、痛みなく末期の方まで行ってしまう方も、そうすると人工股関節しかなかなかやりようがないんですが、屋根の作りが浅くても軟骨が少しずつ悲鳴を上げてですね、痛みを感じる方が高校生ぐらいでもいらっしゃいます。ではその治療になるんですけども、やっぱり手術になるんでしょうか？基本的にはですね、このボールの真ん中からですね、上までしか屋根がないぐらいのですね、浅い程度であると、その後先ほどのように徐々に進行していくことはもう分かっておりますので、症状が持続すれば作りの浅い屋根を正常に近い形に戻してあげるということがよろしいかと思います。このボールの部分を覆うですね、この寛骨臼自体が低形成なわけですね。で半分はみ出てしまってますので、ここを骨切りというのはですね、この骨盤の骨をこうくり抜くように切りまして、それをこう回転させてあげることで屋根にある軟骨部分を、ボールを覆うように作ってあげる、そういう手術になります。そして固定しておくとだんだん骨がくっつくと。先生たちのチームではそのかなり患者さんの負担が少なくなるような骨切り術を、以前から代表的な骨切り術というのは寛骨臼の回転骨切り術というのがあります。前からお尻の方までですね、およそ30センチぐらいの傷でですね、切って筋肉を剥がして、で骨を切った後また縫い付けると、かなりですね侵襲が大きい手術でありました。我々のところで行わせていただいているのはですね、おへその横ぐらいにおよそ7センチぐらいの切開層の、盲腸かなと思うぐらいの傷で、する手術を行っております。実際にその傷だけが小さいわけではなくて、やっぱりその手術の術式も違うんですかね？そうですね。従来の方法ではですね、ちょっと専門的ではありますが、前側と後ろ側と両方とも筋肉を剥がしてたわけですね。そうすると後ろ側にここにですね、大きな筋肉が骨盤についているので、これを剥がさないと骨に達しないと。で剥がしっぱなしだとまた足引きずったりいろんなことが起こるので、きちっとやっぱまた縫い合わせていた。でそのためにですね、術後のリハビリも非常に長くてですね、およそですね3ヶ月以上、最低でも2ヶ月は入院が必ず必要でしたし、3週間ほどベッド上で安静しないといけなかったということで、非常に患者さんの負担が大きかったんですね。で今我々が行っているのは、実はこの後ろの筋肉、前の筋肉、最近は一切剥がさないで、この間から入るような非常に低侵襲な方法を行っております。ここに書いてありますが、筋肉の切開がないので、手術して2日目か3日目にはもう車椅子に乗ってますし、3週間前はベッド上安静で6週ぐらいから体重をかけてたのが、今はもう3週目から体重をかける練習をしております。どういう手術なのか詳しく教えてください。これができるようになったのは、やっぱりこの技術の進化というのもありますが、道具とかですね、そういう周辺の機器がいろいろ揃ってきました。でこれは患者さんの術前の CT 画像をですね、3次元テンプレートシステムというそういうソフトがあります。でそれにこう当てはめることで、患者さんそれぞれに最適なですね、この大きさの、のみの径であったりとか、何ミリぐらいのところを切るときれいに切れるとか、そういうことを手術前にですね、全て設計図を作っておくんですね。でそれをですね、手術中にこのようなレントゲンを見れることができますので、そういう機械を使いながら正確に安全にやっていくと
ということで小さい傷でも行えるようになったと。でその手術前にその先生たちがおっしゃる設計図っていうものを立ててじゃあその通りにしていくとこれまでよりは先生たちも安心安全なんですか？はい、そうですね。骨盤の中には大きな血管とか神経とかがいろいろあります。でそれをですね従来はやっぱりちょっとこの術者の勘というかそういうところに頼るところもあったんですね。やってる我々もですねやはり経験値というのが非常に重くのしかかってきますしでそれが今はそういう設計図を見ながら行いますので以前よりは安全な手術になったと思います。実際その手術をした後っていうのはどういうふうになっていくんでしょうか？もう一度お話しますとこの屋根ボールが真ん中からこう、本当はこの辺まで屋根が欲しいんですね。でそれをここで回転させているんですが、この白いのは人工骨になるんですけど、これは手術終わってすぐですからでこれがですねもう半年ぐらいすると骨がだいぶくっつきます。この方2年経ってますがもう人工骨も自分の骨に置き換わっているのは分かると思います。そうすると屋根がこうできると。で術後はですねもう2日目から車椅子に大体乗ってます、3週から3分の1ぐらいの体重をかけていって、少しずつステップアップしていくんですが、骨のくっつきがレントゲンで確認できますので、早い方ですと我々今もう6週で3分の2、7週で全荷重というような方も結構いらっしゃいまして、で筋力などをですね、リハビリでも測定してるんですけど、従来法と比べてもですねかなり早く7週8週で手術前と比べてももうほぼそこまで回復、反対側と比べても同じぐらいに回復と。先生が実際ご覧になっててもやっぱり患者さんも予後がいいっていうか、ね、やっぱり感じられますか？そうですね、皆さん反対側も以前のやり方されてこちらをこのやり方された患者さんも結構いらっしゃいますけども、傷が大きいことで温泉などで、こう見られたりとか、そういう精神的なところを含めてもしくは手術後の回復含めてこちらの方が断然いいという方が多いです。その若い頃から痛みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃるということだったんですけれども、どういう状況になったらやっぱり病院に行った方がいいのかとかそういうことってあるでしょうか？そうですね、浅いのは生まれつき浅いので、足の付け根がですね、若い子ですと例えばバレーボールでジャンプしても痛いとか、仕事されている方ですと1日こう動いていると足の付け根が痛い、で日曜日になって休むと少し楽なんだけどまた歩き始めが痛いとか、そういうことが最初の症状として現れてきます、ですから、レントゲンでですね作りが浅いかどうかというのは分かりますので、もしですねそういう足の付け根の症状がですねありましたら、特に歩き始め長時間の腕の痛みがあったら、お近くの整形外科で、一度レントゲンを取られると分かると思います。でもう一つは遺伝の要素が少しありまして、お母さんもしくは女性が多いですから、おばあちゃんなどがですね足が股関節が悪かったということがあれば、それはやはりですね一度近くの整形外科で相談されるのがいいかなと思います。